が出てきたら少しだけ火を入れて炒めていきます。しんなりしてきたら一旦ボウルに取り分けて、そしたら白ワインでもいいんですが、ちょっと古くなったリンゴの酵母があるので、それを料理に使ってしまいます。さっと蒸します。1分ぐらいさっと火を入れたら、これもさっきのよいしょところに取り出していきます。ここにさっきのカレイを入れて、見ていきます。ある程度経ったらひっくり返して、また蓋をして、ちょっと弱火で真ん中まで火を通していきます。はい、こんな感じにふっくらと入ってきたら、牛乳と生クリーム1対1をで割ったものを入れていきます。で塩コショウで味を整えます。煮て、胡椒をかけて出来上がりです。生クリームがなかったら牛乳でも全然美味しいと思います。で、生クリーム使う理由は、今みたいにボコボコってさせて、ちょっと他のことをやってしまうと分離してしまうので、ちょっと生クリームだとそれが回避できるかなっていうところと、淡白な魚なので子供はちょっと脂っこい方が好きです。はい、こんな感じに盛り付けて簡単に出来上がりますので、ぜひお試しください。